こんにちは、ぐるぐるです。年の瀬 いかがお過ごしでしょうか。本日は、ドトールコーヒーショップにて2020年のドリップコーヒー福袋を、買ってきましたので、その中身を紹介したいと思います。僕は毎年ドトールの、ドリップコーヒーの福袋を毎年大量に買っていますので、今回も今年も、5500円のドリップコーヒー 100個入りのやつを、6袋購入させていただきました。毎年、ありがとうございます。で、今回このドリップコーヒー5500円の箱の袋の中には、一つの袋ごとにおそらく全部同じものが入っていると思います。で、この小さい小箱の中にドリップコーヒーが25個ずつ入っているはずです。ではその中身を軽く紹介します。5種類各5パックずつ入っていますね。こちらが2020年のセブンズブレンド、これは毎年入っているその年限定のモデルだと思います。あとはレギュラーコーヒーのロイヤルクリスタルブレンドと、ゴールドのパッケージのゴールデンモカブレンド、茶色のパッケージのマイルドブレンドコーヒーとはブルーマウンテンコーヒー、この4つのものに関してはレギュラーのドリップコーヒーだったはずです。で、2020年、まあ、毎年限定のコーヒーとしてはこのセブンズブレンドというものが入っていました。僕個人の感想ですけど、僕がよく見てる旅行 YouTuber の小野田さんの動画ではドトールの福袋はかなり厳しい意見があって、もう買わないとかそういう意見があったんですけど、僕は逆にその他のコーヒーショップとかではいろんな付録がマグカップだったりいろんなテディベアの人形とか入ってたりするので、そういうのよりは単純にコーヒーを楽しみたいと思っている方なので、このようにコーヒーだ全部コーヒーの福袋、そちらの方が僕にとってはありがたいです。また来年も2021年の福袋がありましたら、ドトールコーヒーショップさんの方から、福袋を買っていきたいと思います。どうぞ2020年もこのぐるぐるチャンネルよろしくお願いします。来年はいろんなところへ旅行へ行き、ロードバイクを連れて旅行へ行ったり、いろんなことに挑戦したいと思いますので、来年もよろしくお願いいたします。